はい、ムチ TV のムチです。本日ご紹介する商品は、最近ね、お世話になっております。EC テクノロジー様の、商品提供でお送りいたします。EC テクノロジーさん、ありがとうございます。本日ご紹介する商品は、こちら。はい、ワイヤレスチャージャーと書いてあります。こちら、地域格のですね、私がご紹介しております、有線じゃなくてですね、ここに置くだけで、充電ができるという地域格の、商品になります。はい、それでは早速中の方を見てみきましょう。はい、中の方にはですね、こちら、はい、本体、こういうようなね、すごい、こんな薄いです。こんなに薄いんです。びっくりです。この中に入っているのかというぐらい薄い商品。ちょうど何で表現すればわかるかというと、ここ。ほら、マイクロ USB のコネクタにちょっと肉付けしたぐらいの距離感。こんな薄いものです。これの充電ケーブルのマイクロ USB のケーブルが入ってます。あと、説明書。こちらね。はい、EC テクノロジーさんの説明書入ってます。もう簡単です。簡単にここに、USB、マイクロ USB を、このように挿して、挿して、今ちょっとモバイルバッテリーで実験ね。はい。挿すと、こちら、こういう感じで、よいしょ。はい、こういう感じでここの、グリーンのインジケーターがちゃんとここにつきます。私がいつも使ってるパナソニックのね、地域格の、充電器置いてます。ポン。はい、こういう感じだ。LED が緑、青って点灯します。で、充電できてる感じ。こういう感じでね。はい、今充電切れた。置くと充電が開始される。という感じになってます。はい。こういうね、商品はね、もう地域格の説明私だいぶしてますんで、簡単におさらいしておくと、地域格に対応したこういう充電する側、日本だとね、何が対応してるかっていうのはちょっと私も調べてないんですけど、意外に少ないんだと思います。一番いいのはね、スマートフォン、全般がね、このケーブル、マイクロ USB だったり iPhone さんもね、ライトニングケーブル刺さずに、こういうパッドね、に置くと充電できるっていう仕組みにしてくれればいいんですけどね。それにしちゃうと多分本体の厚さが増したり、この中にね、充電部、総充電する、この装置を入れるためのね、分厚さが増したりっていうのがあるんで、多分あんまり復旧しないのかもしれないですけど、もしね、地域格のご商品をお持ちの方は、ぜひね、こんな薄型のね、しかも軽いんで、薄型のチーパッドをお探しの方はね、ぜひこちら、EC テクノロジーさんの、超薄ブラックっていうのをね、下の Amazon のリンク貼っておきますんでね、薄型のチーパッドをお探しの方はぜひチェックしてみてください。はい。でね、チーパッドのね、特徴的なのでね、この、マットタイプのね、このゴム、本体が傷つかないように、ね、スマートフォンとかが傷つかないように、すごい、マットなラバー仕上げになってますので、すごい安心しておけると思います。はい。で、裏面も滑り止めのゴムが貼ってあって、滑り止めになってます。なんで、ベッドサイドとかね、ご自身のいつも充電する場所にこういう風に設置しておいて、家に帰ってきたらポンと置いて充電される。ね、地域格の、携帯とお持ちの方はね、もうこの便利さ、もうすんごい知ってると思うんですけど、便利だからこそね、なんかみんな全部の携帯電話に復旧してほしいなと思うんですけどね。まあ、裏技って言ったらおかしいですけど、一応、iPhone でも、Android 系の携帯、US、マイクロ USB で充電できる機器に関しても、本体にね、ケースつけてて、その隙間に入れて、常にマイクロ USB とかライトニングケーブルに挿した状態に、本体をセットして置くっていうね、別売りの商品もありますんで、もしね、ああ、そっか、iPhone だから対応してないやとか、あ、俺の Android 対応してねえなっていう方でも、もし地域格のこのね、抜き差しの、めんどくささ、携帯電話の充電でケーブルを毎回挿すめんどくささを、
脳にか解消したいなと思っている方はね、ぜひチェックしてみてください。そちらの商品はね、EC テクノロジーさんにあるのかな。一応この商品の概要を下に貼っときますけど、そこに行くと多分それに関連したね、商品出てくると思います。その中にマイクロ USB のこの、地域規格じゃないスマートフォンを地域規格のものに対応できるようにするっていうキットが売ってますね。その辺もぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、本日ご紹介した商品はこちら、 EC テクノロジーさんのワイヤレスチャージャー、超薄型、8ミリかな、超薄型の、こちら G パッドのご紹介でした。ムチ TV のムチでした。チャンネル登録お願いします。商品概要は下にあります。ではまた。